引き出そう。どうしてかかって。
どうしてかかってこい。貴様が剣士、お前の首もらい受ける。覇者剣王が夢にまで怯えるというのか。まだ戦おうというのですか。もう勝負はついたはずです。ユリア、ウヌはこのラオウに情けを。このラオウ、もはや剣王の名はいらぬ。魔王となりて剣士郎を血の海に砕き沈めてやるわ。何？ユリア様が。何とぞ不動様の助けを。戦って不動の父さん、僕たちなら大丈夫。父さんの息子だもの。何あれ。不動、ウヌが動かずともこちらから出向いてやるわ。万人に慕われる禅の不動だが、今の俺に必要なのはウヌの中に流れる鬼の血。不動よ、鬼神となって俺と戦え。さもなくば子供は全て殺す。カロウ、ついてこい、ラオウ。かつてこのラオウが唯一その存在に恐怖した男よ。参りました。カスどもめ、鼻から敵ではないわ。不動お主、物の命を何と心得る。命？考えたこともないわ。母も知らぬ、父も知らぬ、故に命も知らぬ。なんだ貴様。ラオウ、動けんな。
鬼には勝てぬか。確かにあの頃は倒し奪い食らい飲む悪鬼の生活だった。だがあの時、なんだ小娘、俺が怖くないのか。何を隠しておる。どけ。あ、生まれた。暖かいでしょ。これが命よ。俺はそれまで命などはウジ虫のごとく湧き出るものと思っていた。しかし俺はその子犬のあまりのか弱さにたじろいだ。そして幼かったユリアに知るはずのない母を見た。お許しくだされユリア様。この不動、汚れなき命のため鬼神となって戦おう。恐怖など飲み込んでくれよう。貴様の血とともに。良いか、このラオウの体、一歩でも退いたら容赦はいらぬ。この背に向かい全夜打ち放て。もし退くようなら、このラオウの死、弟に勝てぬただの愚形。血をすする気で来い。さもなくば貴様に勝ち目はないぞ。やはりこの肉体から恐怖を拭い去る。進ませるのは子供たちの心。
お前に見えるか、この悲しき瞳に宿る力が。ぬ、この目は。ケンシロウ。シリー、ラオー。なんと、まさか、この剣王が退いていた。悲しみを知らぬ男に勝利はないのだ。父さん、お前たち、父さんは勝ったのだ。みんな強くなったな。貴様ら、なぜこの剣王をいなかった。しかし、あの時不動をいれば。ぬう、どこまでもゲスな奴らよ。破れて命を拾おうとは思わぬわ。勝ったんだよ、父さんは。勝ったんだよ、あの魔王に。そうか、これからはその手で そしてこの時代を抱き包んでくだされ。父さん、悲しみを知る人間こそ強者。悲しみを知らぬ人間に勝利はない。燃え盛る炎、この完璧なる肉体を焼くことはできる。されど悲しみはこの肉体を凌駕するというのか。俺を恐怖させたもの、それは愛か。ならばケンシロウに勝つ道は一つ。ユリアよ、このラオウ、未だ愛を知らぬゆえに悲しみが見えぬ。愛とは、悲しみとは、知る術は一つ。ユリア、お前の命をくれい。ケン、あれは。ここ。ラオウが呼んでいる。リン、マット、お前たちがこの最後の戦いを見届けるのだ。